皆さんこんにちは、新垣梨沙です。やっほー。はい、ということで今日はですねチョビタンもいるやん。はい、じゃじゃーん、こちらを買ってきました。イエーイ。はい、これ何かというと、最近ね、ちょっとね、この間 IKEA に行ったりとかして、ちょっとお家のね、中を小物たちでおしゃれにまた変えていきたいっていう私たちの思いがね、溢れ出ている今日この頃なのよ。そうで、この間は安武さんと一緒に IKEA に行って、いろんなもの、例えばこういうね、キャンドルホルダーだったりとか、あとは新しいクッション、こういうクッションをゲットしてきたりとかして、ちょっとね、またお家が華やかになりつつあるっていう感じで、ちょっとずつ小物で変えていこうよみたいな感じなんですよ今。でね、これはね、これも小物なんだけど、見て、じゃーん。これはね、こういう砂時計みたいな感じなんだけど、これはルミさんと安武さんと一緒に美術館に行った時にゲットしたものなんだけど、もうこれも一目惚れで、すっごい可愛くて、ピンクとかいろんな色あったんだけど、やっぱり私たちは緑だよねっていうことで、こういうのがあったりとか、結構ね、小物たちでね、最近おしゃれにしようっていうことに今ハマってる中で、ちょっと可愛い雑貨屋さんをね、見つけたんですよ、ふらりと立ち寄ったところで。だからちょっと今日はこれをね、買ってきたから紹介したいなと思って動画を回してみました。早速紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。スタート。はい、ということで、早速紹介していきます。なんか雑貨と、あとはお皿もちょっとゲットしたの。やっぱりね、私たちってご飯食べるの、朝ご飯っていうか朝昼ご飯が一緒に食べれることがすごく多くて、夜はほぼ一緒に食べれてないんですよ、休みの日以外は。で、お休みってなると、ちょっとどっかご飯食べ行こっかっていうことが多いので、ほぼね、最近あんま食べてなくて、夜ご飯は一緒には。だから朝のこのランチをお家で食べる時とかが結構あるので、こちらのね、お皿ちょっと可愛いのがあったからゲットしてきたの。それをちょっとまず紹介しますね。なんかワンプレートみたいな感じでランチを作ることがあったりとか、パン食べる時とかもサラダ添えたりとかするから、じゃーん。こちらの色違い2種1個ね、2090円でした。これは可愛くない？こういう風にちょっとね、こう囲われてるから、サラダとか盛り付けてドレッシングとかかけてもデーンって垂れてきたりもしないし、いいなって思ってこれはゲットしてきました。あともう一つがね、なんか豆皿みたいな感じの、ちょっとちっちゃめなんだけど、これもね、色合いがめちゃくちゃおしゃれで、絶対欲しいって思ってゲットしてきたもの、それはこちらです。どう？可愛くない？こちらはね、1個792円でした。小皿ですね、モスグリーンっていうカラーなんだけど、ちょっとね、こういう、なんだ、分かる？ちょっと見えます？ちょっとここがこうやってわざと茶色っぽくなってたりとかして、可愛いんだよね、この形も。だからなんかこれにこうやって乗せて、ここになんかドレッシングっていうか、なんかポンポヨポヨンって置いたりとか、まあ別添えでここになんか何かを乗せるみたいな感じで、プレートみたいに可愛く、なんか見た目もさ、やっぱ可愛いと食欲出るじゃないですか。なんかやっぱ見た目って大事だなって思うのよ、お料理。だからね、お皿も結構最近はもうずっと同じものを使っていて、まあ別にね、2人だし、そんなにね、新しくするのもなっていうので買ってなかったの、全然なんだけど、ちょっと久しぶりにね、ゲットしてきました。このタイプはありがたいわ。なんか剥がしやすくなってる、このこれがピローンって。これさ、本当にさ、いい加減にしてってぐらいさ、私はこのお皿から離れないわみたいなさ、シール、ね、な値札あるじゃん、ほんと勘弁してよみたいな、剥がれてお願いみたいな時があるので、これはすごく剥がしやすいし最高でしたっていう感じで、お皿を2種ゲットしてきました。次はですね、もうこれは一目惚れちゃんよ、一目惚れちゃん。まず1個目、じゃん。こちらはね、何かというとね、大好きな、私お香が大好きなんですけれども、お香を炊かない日はないんですが、じゃーん、見て
お香立て、これね、こういう風にこうやってお香を立てるんです。この透明感可愛くない？でこれともう一個、これね1個ね1100円なんだけど、もうどうしても選びきれなくて2つゲッチョしてる、ゲッチョ2つゲットしちゃいましたって言いたかった。じゃーん、イエロー可愛いね。ちょっと違うのも刺してみようか。これ見て、この2種もうね選びきれなくて2つゲットしちゃった。このガラスもうときめくよね。これがさ置いてあったらおしゃれじゃない？あーいい香り。でこれここのねこの部分をお掃除する用のこういうのもついてきてました。こうやってお掃除する用の。ただこれこのままここにねテーブルにポヨンって置いといたら絶対にこうねここからの灰がポポポポって落ちちゃうじゃないですか。どうすんのよって、どうすんですかってなっちゃうじゃないですか。そんな時のためにこちらこちらこちら通販番組の人みたいですね。これ見て可愛くない？2530円なんだけど、これね天然石を使用してるからいろんな形もい、なんかね一緒じゃないのよ。全部形が全部違くて色合いもちょっと全然違くて、 でもあのお見本のところにねここにこうやってこれが置いてあったの。こうやってうわシャレてると思って、もうこれよ。でこれほら2種よまあ、2個置くのはちょっとあれなんで1個ずつだと思うんですが、可愛くないですかこれこれでお家もおしゃれになっちゃうよねっていう感じなので、結構このなんかこういう系ガラス系がうち多くてそういうのもいいなっていうのでね。あ、ありがとう。剥がれやすい。これもそう、このね形もねいろんなのあったし、ちゃんとほらここに滑り止めもついてるわ。形もいろんなのまん丸のもあったけど、私はちょっとこの北海道、偽北海道みたいな形、うんうん、のこの天然石にしました。かわいい、本当にかわいくて、でちょっとこれは番外編最後なんだけど、これはじゃん、ハッピーバースデー。これはわかりますか？もうすぐタケさんのバースデーです。なのでですね、こちらはゲットしてきました。おしゃれじゃない？そう、まあ、これが出てる頃にはもうねたけさんの多分誕生日終わってるので無事渡せてるでしょうっていう感じなんですけれども、そうだからねちょっと本当に可愛くて最高だった。お家をおしゃれに小物でしていくぞ作戦っていう感じなので本当に。でね、あのこのガラス系が好きって言ったじゃん、さっき見せたこれもどっちかというとこの透明感だし、あと私が超気に入ってるこれね、みんなに見せたことあったかな、もうこれは一目惚れでだいぶ前にねだと思うんだけどね、この花瓶見て、このちょっと袋みたいになってる花瓶なんだけど、これも超気に入ってて、こっち系がなんかすごくねときめいちゃうのよ私。他にも花瓶あるんだけども、結構こういう系が多くて、ちょっと色がついてるチュルント系のガラス系みたいな。だからお家自体はお家自体はウッドベース、結構木な感じが多いんですよね。でそこにカラーが入ってきてる感じだから、そこにこの透明感の小物たちがあるとすごくおしゃれな感じになるよねっていう感じで、私たちは最近ねそういう小物をね集めているのっていう感じで、今回はこの子たちをゲットしてきました。いやーい、すごい、もうお気に入りのものがまた増えてすっごいすごく嬉しいし、ちょっとお家もねだんだん この間で言うとIKEAのドーナツ型のライトを買ったりとかして、結構ねお家をね少しずつバージョンアップしてってる感じがあるので、ちょっとまたねおしゃれなものだったりとか見つけたらどんどんゲットしていって、お家をおしゃれにしていく作戦続けてやっていきたいなって思います。ということで今回はですね、おしゃれな雑貨を買ってきました。いかがだったでしょうか？最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。新垣梨沙とちょびでしたまたねー。おまけのちょびたん。ねえ、リサよく来れないからどいてくんない？
する？ねえどいてってば、かかれないから。ねえちょっとどいてくんねえ怖いんだけどねえ怖いんだけどねえどういう状況ねえ怖い怖い怖いんだけどねえ背中のところがいさねえよくかかれないねえ怖いあなんだよねえどいてよ受ける。皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。ちょびちゃんもちょびちゃんも起き上がったの、うん、ずっと編集中ここで見守っててくれました。ありがとうちょびちゃんありがとう。今日はですねおしゃれな雑貨買ってきた、そちらを紹介させていただきました。ここの雑貨おしゃれだよとかあったら皆さんぜひ教えてください。お願いします。ということでいつも見てくれて本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうね。